おはようございます。バンクーバー国際空港です。これから日本に向かいます。今回もですね、2024年秋のカナダワインを広める日本全国一人ぼっちの旅の始まりです。北は今回はどこだっけ、札幌、南は九州の佐賀県までですね、全国20都市40会場ですね。1ヶ月半の間に40会場を巡りながら連日のワイン会を開催してまいります。いろんなワイン会があります。毎日のワイン会の様子をですね、これから毎日 YouTube で上げていきますので、どんな感じでやってんかなというのをご覧いただければ嬉しいなと、そんな風に思います。では頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。というわけで、今回はエアカナダです。バンクーバーはいい天気です。バンクーバーから9時間半ですね、予定通りのフライト、順調なフライトで成田空港に着きました。到着しました。半年ぶりの日本です。飛行距離でびっくりしたのは、すごい暑いんですよ。暑いっていうか、なんて言うんだろうな、気温が多分ね、これ22度ぐらいあると思うんですね。まとわりつくようなちょっとジメジメした感じ。もう20年以上もこの季節いつも日本に来てます。10月末から11月、12月の初めまでですね。11月の季節はいつも日本は台風もなく、暑くもなく寒くもなく、一番快適な季節だと思いますんで、今回もですね、各地のワイン会を巡りながら日本の滞在を楽しみたいと思います。明日から早速始まります。よろしくお願いします。